さて、新キラーが来るということでですね、バベチリをつけて、ほとんど見ないバベチリをつけて、で、アドオンは節約で、コモンのね、まあ一番効果があるんかないんか、まああるんかなっていうレベルの節約アドオンで、ランク1ではございますが、ちょっとね、ポイントため優先して、こんな感じでやってみようかなと思います。ディスターブドボードクロータスプレンアサイラムにて、それではまあ何の変哲もないハグちゃんでやっていきましょう。なんかね、最近スポーンした地点に書くっていう謎のジンクスをしてんねんけど、単に罠の無駄やからやめた方がいいと思う。はい、そうだね。こういうなんかね、何の変哲もない岩の間とか人間通りたくなってしまうもんで、てかまあ隠密するときに書くよね。はい、通るよね。はいはい。で、真ん中の建物の窓はどう考えても強いのでしっかりと書いていく。この入り口とかもめっちゃ使うので書いていく。そしてルイン君を守りたい。あれルイン君どこやっけ。あれこの辺ちゃうかったっけ。あれ、まあ、丘に登る人もね、最近スマ着民がスマートな着地バランス民おっとって増えているので、まあ、これは別に飛ばなくていいね。よいしょ、オッケー。でかい。おっ、なんだ、どうしたどうした。これはありがたい。ん？しかも地下はあるー。来たねー。ショーズリー地下はでかいですね。こうやってる間に罠が発動されるのは正直めんどくさいがね。やっぱあれはめんどくさいよねー。ハグ対策としては、まあ、その間発電機回せないっていうのはあるんやけれども、それでもやっぱり罠ないとそもそもチェイスできへんしね。なるほど、一瞬見えたね。バベチレがあること忘れてました。バベチハグの場合あんまりね、罠で索敵する感じなんでバベチレを見ないんですよね釣った後はすぐに下に罠かきたいしみたいななとこあるんすよね。なのでまあ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 、とりあえずこの建物ちょいちょいと変えていきましょうか。この窓とかね、最初に地下釣れたし、ちょっと地下周りを、この真ん中建物周りを強化していきましょう。この板の向こうとか。なんか足音すんの。迎えに来てるかな。お、違うな。遠いな、あれは。お、な、これか。飲んでみるか。来てるね。これか。これやったな。追いましょう。結構書いたので、2回も書いたぞ。それ言ったら、そして戻ってくるから叩く。はいはい。で飛んで追いますか。ちょっとこの追ってる間に地下救出も行かれそうやけど、半分切ってるし、これはでかいですね。よいしょ、けーでかい。釣っちゃうか。なんか地下来てない。よいしょ。うーん、ここかいとこ追いで追うか。まあいっか。ちょっと、リンにも入ってる。お、反応してくれた、でかい。スマートに着地やろうね。今の、いけたな、なんか、スマートの着地でもなかったような感じだし、俺がミスらん、待って、ミスが多い。ミスショットしていくと、辛いので、いいぞ。そして、地下救出いくか。もう一人、もう一人、もう一人、もう一人。ん？もう一人いけるか、ワンちゃん、これ。おい！よいしょ。ちょっと待って、これオールダウンいけるか。飛んでモーションで追いかけよう。オールダウンいけるか。あー、ちょっとそこの窓、うん、そこね、こういう感じでね、重要な時に罠が消されちゃってて、くそー、起こされたか。アンデスプバカ、うーん、危機回避されたな。なんだなんだ、やめてくれ。ここ書いて、で、お、こっちか。なるほど。やっぱオールダウン無理やったな。これこのままデイビッドにもう一人も回復させられるよね、絶対。まあいいわ、この人を追って釣ろう。間違えた今のジャンプは普通に間違いです。あー、やってもうた。なんか今追ってる人が罠踏んだかのように勝手に錯覚してしまった。あ、でもおろおろおろ、よかったー。今ので見失って全
よいしょ、 OK ね、2人ダウン、もう1人ダウン取りたい。でもこの人ダウンさせたらさすがに釣る。デビット探してまではしない。持ってきたね。なんか諦めたかな、ちょっと今のムーブ若干。釣る釣る、釣ってる間に1人ぐらいは起こされるでしょう。で、うん、おおおおおお、ボンボン入れてるな。あ、なるほど、私乗りん、ちょっと待って、今思ったけど、あ、ミスター、うーん、まあ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 、で、早いしね。で、初かわせたのでもう大丈夫。俺は別に踏んでも、よいしょ、うまかったか。よっ、じゃあもうあとは普通に順当に釣っていきましょう。まあ結構倒れてね、しかもずさんが効きまくってるので、言うて、あ、倒れたか、そうですね、半分切ってたんやと思う。そうそう簡単には全回復できないと思うのでね、発電機直させない状態は継続です。部員の前ももう一回書いといて、さて発電機周回しながら怪我人を探していく。おった、落ちた、あれ今の足跡、ちょっと待って、ん、こっちか、あれなんか俺足跡今の追いミスったかな、うん追いミスったな、左に行ったんださっき、サムさっきの、あでもこっちにおる、オッケーオッケーオッケー、あもう負傷状態の人がおる。よし釣っていきましょう。オッケーよっ、それはちょっと書いておきたいんで、飛べるか、無理か、2階の方でなったっぽいよね今のね。入り口書いて、ここの窓向こうね、こう強いから書いて、ウィンちゃんも書いとくか、ちょっともう罠パンパンやつ、おったウィン壊しに来るね、まあ、これでまた救いが入るかもしれんが、踏んでくれ、よしよし、あーで、はあ、そやね、デビッドキングはやっぱちゃんと出はよまだな、追い詰めの甘さが出ちゃう。で釣りましょう、釣ったら救うだろうけども、その間また手が止まると、今誰も発電機鳴らせてないし、3人になると楽やな。どうやろう、もう1個発電機直させたくないままに終わりたいが、直るかな、結構やっぱりランク1やからな、言うてね、なんだかんだでいつの間にか回してるんですよね、結構ね。まあでも3個直りまで、あと1個は直りまでにして、ハッチが出現しないままに2ダウンで終わらせるみたいなのがいいかな。もう今週に来んかもしれんけど、ちょっとタップちゃうわ、デイビッドは補説してたから、うん、ワンチャンね、ルインの罠。どこ直せるかな、直っちゃった、あちょっと遠く離れすぎたな、これはもうちょっと近くでキャンプ気味でおってもよかったかもしれない。敵3人になるとね、キャンプ意識がめちゃくちゃ薄れるんですけど、直せるな、変かな、こっちに行ったようには見えてんけど、ちゃうか、叩いといて、これ話しに来そうやからちょっと叩いといて、気のせいかな、こっちに来たように見えたのは。いないね、一応ね、いないね。ペンペン。かわいいよな。いたわるときの仕草。普通に発電機巡回するか。サバイバーももう一個直さなあかんからね、絶対。
ちゃ結構ね、罠に頼るから板残しちゃうねんな。こういう巡回の時に板もポンポンと割っていきたいね。あれとか、あ、治ってる。あーっとー、板ちょっと書いていこう。書いていきつつ、これは発電機を蹴る。んで、そんなことしてる間に逃げてない。 OK、 飛ばないね、罠があるの見てたからね。そりゃね、とはいえそれはそれで普通に切られるから。よいしょ。あ、壊してきたね、ルインとうとう。これでもう一個ぐらい直しそうやな。よいしょよいしょよいしょ。なんか書けへんかった今。バベチリを一応見つつの書きやってんけど、バベチリ映らんねえやっぱりね。うん、治ったー。そうか、ほんまはね、ハッチ初出現の目もなく倒したことある。よいしょ。そこそこ時間かかった部分もあるし、今ダイレクトキャッチしたかったな、気分的には。普通に追いましょうか。上って書いてたっけ。さすがにもう罠もう消えてるかな、上の罠。消えてんな。いて、これはちょっと強いので消して叩いておきましょう。そしてボーンと、うん、なるほどね。書いて悪いんやったら書かんでよかった、間違えた。まあ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 、2回でぐるぐる次された時用に書いておきましょう。よし、よっしゃい、よいしょ。 OK、 なんか適当にこの辺書いて今なんで書いたんかよく分からんけど、あ、でもね、後半になってくるとその板前のチェイス用罠より索敵罠の方が重要やったりも。っていうか、ちょっと待って、釣れないんだが。ん、ちょっとやばい、これ落とす、まずい。この人を餌にして他のサバイバーをおびき寄せるしかないな。ミスったね、普通に。あれどこにあったんやろな、近づったらよかったんかな今の。うん、ちょっとこういうねフック判断は結構困る。でも地下もここやしな、遠いからな。よっしゃ、ちょっとそろそろ直しに来てないかな。普段はナースコールつけてるとこにバベチリがあるので、ナースコールやっぱずさんがあるとつけたくなんねんけどね。今なことした。あ、おお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 お、オッケー、よいしょ、オッケー。じゃあ、この子の方釣りましょう。どこ行こう。あ、あ、これいいや。おっしゃー、罠の再利用ラッキー。釣り前罠再利用ができて、そしたらバベチリも見れるが映らない、映らないです。はい、で、まあ、この2人をゆるキャンすればさすがにおびき出せるとは思うやけども、ちょっと遠く離れるか、ちょっと見に行っちゃいやったりするか。増やしてない、ここ書いとこ。ちょっとどの罠消えるか分からんけど、あ、乗っちゃったやっぱもうちょっとゆるキャンした方がよかったな。今の完全にキャンプ行動ではなかったもん。どこだ、あいでる、あやぎが聞こえる。こっちじゃない、あ、じゃあこれ今釣られてる人のあやぎか。ん、メグとネアの声聞き分けられへん。な、同じ種類のサバイバーがいるとそういうのも結構厄介になるよね。ジジイとメグの声とかやったら絶対に聞き分けられるのに、ね、よいしょ。で倒される。まあこれはもう割っていきましょう。強いね、この板。境界の中の板って基本的に強いよね。よっしゃ、いただきまーす。おお、で、あ、そうやった何回で歯にやられてんねんな。んで、ここでまた板倒して時間稼がれんねんから、ちゃんと行って、さよ、まだね。ういっけい。さて、ハイズリ放置でちゃんと全滅を狙いましょう、うん、やっぱり釣り回数を増やしてねポイント稼ぎたいので。まあ、別にもね、この子に泳いで映らんと思うしな、うん、もうランク1やし、ほんまランク1のバベチリ映らへんからな。失
ストーリー映ったら同じぐらいの感じやから、なんかバベチリをつける気が起きないんですよね、高ランクになればなるほど。まあポイントが欲しいというのはありますけどね。ナースコールの方が有用に感じる今日この頃でございますね。バベチリあるかないかわからんけど、みんな対策するんやったらバベチリいらなくねって勝とうと思うんだよっていう感じやな。それでもビリー君とかはバベチリあった方がいいんやろうけどね。こういう時の策的下手やねんな俺な。もっとしっかり、もっとしっかり見られるようにしたいのよ。そろそろおっちゃん治っちゃうかな。ちょっと結構離れたけど、丘の上から高みの見物。お、踏んでくれた。飛べるか。飛べない。まあでもあそこにいるというね、バベチリ的効果だけはあったから。そうそう、これがあるだけでバベチリみたいなもんやから。さてこの辺、踏んだからといって走ってはないっていうか、まあまあだいぶ時間経ったからね。さすがに消えてるか足跡も。一応見とくか。デイビッドのおっちゃん直しに来たけど、罠発動したから焦って離れたって感じや。デイビッドのおっちゃんここね。バーよし、罠も結構張り巡らしてるから、どこに行く、保有に行くにしても結構罠かいたで。今の巡回の間に行けるのか。窓使わない。そっちか、出るか。オッケー、そこに罠あるよ。おお、罠をかわしていく。そこ罠あるよ。ないか、問わない。おい、それはまあいいかまあでもね、あのバーにより視点が奪えるんですよね。なんで一瞬でもサバイバーがひるんで、まあ鈍足効果的な感じにはなるので。あそこやな、あのちっちゃい点ね。オッケーオッケー。さてなのでね、普通に踏んだサバイバーを直で追っかけるのもね結構いいですね。近くで踏んだ場合は飛んじゃうと余計に自分の視点も変わるから、ちょっと混乱してしまうこともあるので飛ばない方がいいよね。サバイバーだけちょっと混乱してくれる方が。おっと待って、危ね、危ね。バベチリに見えたサバイバーもこの辺やったよね。どこや、ちょっと待って、てか失血しちゃうかなこれ。この辺やったと思うんやけど、失血しやなこれ。あ、釣りたかったな。ポイント。お、爆死した。壮絶な爆死を迎えた。カラスが来るタイミングかなんかと被ったんかな。しゃあ。うわ、6万5000。いいですね。